今回の動画は食べトレディオ流備蓄食のすすめ、前編に引き続き後編として備蓄食材を使った簡単おいしいヘルシーレシピを2本の動画に分けてご紹介していきます。この動画でご紹介するレシピはサバ缶ビーフンとオートミールリゾットの2品です。材料を袋に入れて茹でるだけで出来上がるとっても簡単なレシピです。時短レシピとしてもぜひご活用ください。どのレシピもこちらのような鍋、カセットコンロ、紙皿、紙コップ、割り箸、湯煎調理できるポリ袋、ハサミなどを使います。では早速レシピのご紹介です。1品目はサバ缶ビーフンです。サバ缶ビーフンの材料はご覧の通りです。お水の分量以外はお好みで加減してください。まずはじめに鍋にお水と小皿を入れて沸かし始めます。ビーフンは40〜50g、乾燥わかめ、乾燥野菜の小松菜、人参、ネギも入れます。サバの水煮缶は1/2ぐらい入れて、缶の汁も入れていきます。水は 100ml、 醤油は小さじ1ほど入れます。すべての材料が入ったポリ袋の空気を抜いて上の方で結びます。はじめに沸かしておいたお湯の鍋の中に結び目が鍋からはみ出ないように入れて、再び沸騰してから5、6分茹でます。5分後ビーフンがほぐれていたら出来上がりです。出来上がったものは火傷に気をつけながらトングなどで取り出し、結び目を切り取って器に袋をかぶせて盛り付けます。次にオートミールリゾットのご紹介をいたします。材料はご覧の通りです。トマトジュースに洋風だしで味付けをすることがポイントです。まず鍋にお水と小皿を入れて沸かし始めます。次に湯煎できるポリ袋に材料をすべて入れていきます。オートミールやトマトジュースはこの分量がおすすめですが、具材の種類や量はお好みで調節してください。袋にすべての材料を入れたら空気を抜いて上の方で結びます。沸騰したお湯の中に入れて5分ほど茹でていきます。5分後茹で上がりました。やけどに気をつけてトングなどで袋を取り出し、器にのせて結び目を切っていきます。袋を開いて胡椒を振ったら出来上がりです。この動画の撮影・編集は中村優子、宍倉ひろえ、岩田奈緒、岡崎藤子、小林智美がお送りいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。